皆さんこんにちは。内山伝説プレゼンツ、さとこの IH クッキングショーの始まりです。この番組は私石井さとこが安全で高性能な IH クッキングヒーターを使ってさまざまな料理に挑戦する料理番組です。第25回目の今回は、社長のリクエストにより3回目の春野菜の天ぷらになりました。そしてアシスタントはこの方、ミレイさんです。よろしくお願いします。ミレイさん、春野菜の天ぷらです。大好き、よかった。そしたらじゃあ早速作っていきましょう。どうぞ。さあ、今回の材料なんですけれども、春野菜というか私のセレクト野菜になりました。アスパラガスとかぼちゃ、そしてナスにタケノコを今日は用意しまして、あと秘密の素材、材料がもう一品ございます。それはまた後ほど。それでは揚げていきましょう。それではタケノコを切っていきます。タケノコ今日はこうやって切っていこうかな。太めに切っていこう。この香りが、今日はちょっと生ではなく水煮のたけのこを揚げていきますので、さっとカラッといきますよ。よいしょ。ちょっと太くなりすぎちゃった。もういっか、もういっか、たけのこおいしいからいいや。そしたら切ったら結構水が出てきてますので、これをキッチンペーパーでよく拭き取ってから揚げていきます。それでは、揚げる前にいつもと同じ新聞紙を引いていきます。本当にこれが便利なんですよね。ガスコンロの何ですか、ごとくとか洗うのすごい面倒くさいですよね。これならその細かいところをゴシゴシしなくてもいいし、サッて終わるんですよ。とっても便利です。油が180度に温まりました。 IH だとあっという間に180度に温度設定をすると、その温度にしたらお知らせもしてくれるので、とっても便利です。それでは、硬いものからちょっと揚げていこうと思います。ということで、急遽女子会になりました。それでは早速ね、ミレイさんいただきましょう。いただきまーす。どれからいこう。アスパラいきます。じゃあ私タケノコにしよう。いやー、こんなに美
完食できたのにリクエストした本人が不在ってかわいそうですね。2人だけね。女子会ですもん、もはや。うん、あービールも美味しい。お、たけのこいきます？じゃあ私はナスいきます。やっぱ IH だとさっくりきますね。うん、おいしい。ナスとろとろ。外カリ中トロですよ、ナスも。うんうん、はい、完食しました。いや、ちょっと待ってください、みれさん。実は、もう一品シークレットで言ってた、はい、あるので、ちょっと待っててください、はい、さあ、秘密って言ってた、素材はですね、材料、はい、はこちらになります。じゃーん、雪見大福です。よく天ぷら屋さんに行くとアイスを揚げたりしますよね。これが、雪見大福を使うとお家でも簡単に再現することができるので早速揚げてみたいと思います。それでは揚げていきます。よいしょ。この揚げるコツなんですけど、一応アイスなので油の温度が急激に下がっちゃうんですね。なのでいつもより高めに設定しておくと綺麗に揚がります。フレームアウトしたのが大丈夫かな。おお、いい音が。これはもうそのまま食べるようなので、あ、はい、オッケー。それでは食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。美味しそう。いただきます。うん、うん、うん、甘い。うん、うまい。美味しい。うん、ちゃんと綺麗に揚がってます。うん、おいしい。うん、外カリ中トロです。うん、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 みれさんいかがですか。おいしいです。イエーイ、おいしい、いただきました。甘くて美味しい。甘くて美味しい。はい、今回も大成功ということなんですけれども、肝心の社長がいないので次回は何を作るっていうのがね、ちょっと言えないんですけど、次回はまた、そうですね、社長がちょっとお腹ぽよぽよになってきたんじゃないかなって思うので、体にいい料理を、はい、今低糖質ダイエットとかそういうものが流行ってるので、そういうのをちょっと取り入れて IH で簡単に作れるものを、はい、ご紹介したいと思います。それでは次回もお楽しみに。